はいどうも皆さん、初めて北沢、初めまして月島と申します。というわけで今回やっていくのはエンディセットで、今回はノルマンディーじゃなくてモスクワキャンペーンでドイツ軍側を使いつつサマーセールやってきましたね。はい、分隊のサマーセールがやってきたんで、そのあたりのお話をしながら、ちょっとね注意点があるので、そのあたりの話もしていきたいと思います。はい、まあというわけで、まあサマーセールがやってきまして、一部の対象分隊の割引が行われるということなんですけれども、ちょっと今回のねサマーセールは変わってまして、買い物カゴに入れれば入れるだけなんか割引されるみたいな、ちょっとトリッキーな、なんかトリッキーなサマーセールとなっておりますね。まあそんな感じで、まあそのあたりのサマーセールが行われているというのはまあいいんですけれども、もう来てんの早っ、もうここまで突っ込んできてんの早っ、やばいな、今回の敵強いな、なんか相手な、なんか金のバッジが見えるな、なんか金バッジ持ってる人結構いますね、相手ね、怖いな。まあいいや、まあ今回ねセールが来たということで、まあこれをきっかけにしてね、なんか課金分隊とか変わってみようかなって思ってらっしゃる方もいると思うんですが、まあちょっとね課金分隊を買うにあたっての注意点というものがあるので、そのあたりの話をしていきます。でまあそういったいくつかのね注意点というのがいくつかあるんですが、まずですね景気感受分隊の問題があります。課金型の景気感受分隊、今回のセールでもねいくつか景気感受分隊が、まあるわけですけれども、実はですねこの景気感受というもの自体がですね、あの今後大幅弱体化の予定なんですよ。かなり大幅弱体化ですね、反動がすごく強くなって、でさらには射撃するとスタミナが減るっていうような、そういう大幅弱体化が予定されているので、あの景気感受分隊を買ったからといって今みたいに暴れるかっていうとそうでもないんですよ今後はね。ちょっと入ってみますか。うわめっちゃいる、あーもうちょまあというわけで、今景気感受分隊強いから今買っておこうと思ったとしても、その能力がね今後も続くわけではないということは理解しておいた方が、まあがっかり感ががっかり感が軽減されていいかなと思います。で次ですね、次もう一つ、課金分隊を買うにあたっての注意点の一つとして、あのこれ結構ねまあいろんな SNS とか見る限り、ちょっと勘違いなさってる方っていらっしゃるんですけれども、あの課金分隊イコールめちゃくちゃ強いというわけではないということですね。ちょっとあそこにある対空機関砲は害悪すぎでしょう。やったかな、やってないな、クソ残念。まあいい、まあさっきの話の続きなんですけども、課金分隊だからといってね強いということが保証されているわけではないんですよ。逆にね、あの通常の無料で開発できる分隊の方が強いまでありますからね、まあ、確かにね一部の分隊は本当にぶっ壊れっていうくらいにね本当にめちゃくちゃ強い分隊もあるんですけれども、課金分隊のね大半が本当にそこまで強くはないです、強くはないというか逆に弱いまである分隊もありますね。なのでお金を払ったイコールめちゃくちゃ強いんじゃないのっていう考えというのは、ちょっとそれは大きな間違いですので、注意していただいてというお話でしょう。使っとギャー怖え、なんとか今使ってるね、私の今使ってる分隊も課金分隊なんですけども、4人しかいないっていうね、4人しかいないんだね、あっという間に気をつけないとやられてしまうわけですが、ね、まあそういう分隊ですよ、ね、なのでまあ本当に、課金分隊だから一定の強さが保証されるというわけではないということは、まあ最初から知っておいた方ががっかり感が少なくていいかなと思いますね。特にね、課金車両ですか、ね、課金戦車とか、ね、あのあたりもね、なんか課金戦車買ったんだけどなんか全然強くなくてがっかりだみたいなね話もね結
こう見るんですよ。課金戦車だからといってね、あらゆる砲弾を弾いてあらゆる攻撃で相手を撃破できるというような戦車ばかりではないということは本当に、知っておいた方が後々のがっかり感が少なくていいかなと思います。今回の敵マジでも金バッジ多すぎ。ちょっと待ってくださいよ、こっちの味方ね、金バッジ私だけなんですよ。あーもう当たらん、ほんとちょっとこれは不公平では。あーもうちょっと敵の数マジ減らないですね。味方にもねどんどん入ってきてもらいたいんですが、ちょっと今回の味方はあんまり拠点意識高くないのでめちゃくちゃ大ピンチです、大ピンチです。もうほんと金バッジ多すぎ、敵金バッジ多すぎ。味方をキルしてくる敵も金バッジだし、私がキルする相手も金バッジばっかりだし、勘弁してくださいよ。ちょっと金バッジさん、ちゃんと金バッジさん、もうちょっと勢いを押さえてもらって、ちゃちゃちゃ、あーもう、ちょっとね、課金分隊を購入するにあたっての注意ってもうちょっとあるんですけどね、ちょっと今ギリギリなのでお待ちください。今回の敵マジでね、金バッジ多くって味方の拠点意識もそんな高くないのでちょっと大変ですね。またしても私のデス数が山盛りになりますね。まあしょうがない。さて敵も本当にかなりねトリッキーな動きで突っ込んでくるんですが、とよし、だからといってくじけたり怯えたりしてはいけないというね。と危ない、マジで敵の拠点意識高いんだなそんなに上登りたいのか、しかしそうはさせん。スティーカー頼む、爆弾、お、その爆弾いいんじゃないの、ナイス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 。さてさて結構外周ところがマップ端にね相手も固まってるし、固まってるんですけども、金バッジの人たちがマジで突っ込んでくるんですよね。怖いわ、そのスモークは一体何、マジで足音、だだだ、ちょっと待ってみようか、ギャーダメか、じゃあまあ、あ、いいや。で最後ですね、最後課金分隊を買うにあたっての注意点なんですけども、よくね経験値目的ですか、なんかね課金分隊使うと経験値多くもらえるんでしょうということで、経験値目当てでね課金分隊を購入する人もいるんですけれども、ぶっちゃけね経験値に関してはもうほんとおまけ程度です、ああまあそんなところに戦車張ってんの、まあしょうがない、まあ、そんな感じで本当におまけ程度の、ね、経験値しか手に入らないので、まあ、本当にプレミアアカウントの方がねよっぽど経験値稼ぎの方は上ですね。なのでまあそのあたりのこともちゃんと考えた方がいいかなと思います。まあこんなところかな、敵が本当な、もう敵の突っ込み速度が速い、困ってしまいますね。ここまでねとギャー、ナイファーだ、危ねえ、ちょ、あーもうまったく、ナイス爆弾、これだからねもう金バッジの人たちは本当面白いことしてきますね本当助かります、動画制作的助かります。復活ダメか、チェックポイいます、いやーダメだ、頼むから味方ちょっと前進してくれ、ちょっと味方な前進意識はほんとない、ちょっとないないですよ、ちょっとこんな金バッジ練習とね、なんで私がこんなにやらないといけないんだと、マジ疲れる金バッジの人たちとやるのってほんと疲れるんですよ。ああもうちょっとお味方マジ前進してきてほしい、よし
相変わらずな、ビーコンあるんじゃないかな。ちょっと多分ビーコンあると思うのでちょっと探しに行きたいんですけどね。この数だもんな、マジで敵が途切れない。ああ、おのれ、ちょっとね、後ろの方でめっちゃくちゃ芋ってる味方がいるんですけど、ちょっと芋ってる皆さん、ちょっとあの丘の上の敵をなんとかしてくれ。芋ってるんだったらやってくれ。ギャー、ダメか。特段ね、敵の金バッジの人がね、そこまで強力な武器は使ってないんですけどね。ようやく当たった、ようやく当たった。この迫撃砲はどっち？敵？味方？味方っぽいな。ちょっと押し返せたかな。ちょっとビーコンの探し旅したいんですけどね。めっちゃ分点やられた。ちょっとビーコン探したいんですけど、ないですね。マジか。ないんだったらないんだったらいいんですけどね。当たらん。当たった。結構来てますね。っていうかめっちゃ来てるな。ちょ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 、ちょっと待ってみようか。まったく敵も元気でございますな。はあ、ちょっと今のはですか。ちょちょっと、え、なんで今の当たってないのか。ガッツと何、ちょっと待って待て、はい、なんとかようやくだった。史上最大のクソエイムでしたが、ちょっとな、マジでマジで、うわ、敵多すぎ。ちょっと大ピンチでございますよ。あー、もう数を本当にな、本当もうダメか。早いですね、もうダメ、負けてしまいましたね。まあしょうがない。というわけで、まあ今回はね、課金分隊を買うにあたってのまあ注意点だったんですけども、まあまとめますと、まあ景気感銃分隊ですね、課金景気感銃分隊はこの後大幅な大ナーフ、大幅弱体化を受ける可能性が非常に高いということがまず一つと、あと課金分隊自体がですね、まあ本当に強さを、保証するものではないということが第2点で、第3点としては、まあ、経験値はまあもらえるといえばもらえるんですけれども、まあ、そこまで爆発的に、まあ、大きくもらえるようになるわけではないということは、まあ、この3つですね、うん、まあ、この3つをちゃんと知った上で、まあ、購入していただければ、もうがっかり感とかね、こんなもんなのっていうような失望感というのは、まあ、軽減されるかなと思います。ちょっと今回の敵味方すごいですよ。敵、5人？敵の金バッジ5人でこっちの金バッジ私だけですよ。ちょっと。カタツムリ、これでいいの？カタツムリ。まあ、しょうがない。まあ、というわけで、まあ、今回はそんなサマーセールにちなんだ課金分隊の購入するにあたっての注意点でした。というわけで、今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらですね、チャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。それでは、月島でした。